日本の摂政及び、漢白の一覧。なお、摂政、漢白の具体的な職称などについては、それぞれの項目を参照のこと。日本書紀によれば、神宮皇后が夫、中愛天皇の方を、皇太后として、幼少の本田分けの王子の代わりに、摂政したというが、皇太后の姿勢は、摂政というよりも詳細に基づくものと考えられるし、また、 皇后の実在性の問題も含めて一般には史実と考えられていない。したがって、神宮皇后は摂政の例に数えない。七世紀には有力な多い継承候補者が国政に預かる観光があり、これは、馬屋と王子が水古天皇の摂政として国政を代行したのをはじめとする。他に、中野王への王子を斎明天皇の摂政、 草壁御子を天武天皇の摂政と解釈する説もある。この時代の摂政を平安時代以降の人身摂政と区別して、後進摂政と呼ぶことがある。平安時代、藤原義房が人身として初めて摂政に任じられ、義房の多いで養子の藤原元常が最初の関白となって、以来、摂政及び関白の職は元常の子孫である。 藤原北家着流によって世襲された。この家系はやがて石家と呼ばれるようになる。石官の職ははじめ、式次官である大臣と兼務する官職であると考えられていたが、藤原兼家が、右大臣を辞任した後も摂政に止まって、以来、石官は、政官のごとく、みなされ、前大臣で石官に部任される者も,も現れるようになった。中近政平安時代中期以降、 摂政、関白は常設の官となり、安土桃山時代の豊臣氏、関白2名を除いて、藤原の道長の子孫によって独占的に世襲された。御堂流は、鎌倉時代初期に、この絵や九条家の二屋に分かれ、さらに中頃に、この駅から高塚佐や、九条家から二条家、一条家が分立するが、これらの五家系を五節家と呼び、 代々そのうち官位の最も高いものが摂政化、関白に認じられるのを慣例とした。以後の摂関は、天皇神聖が標榜された、憲武政権期と南朝初期、豊臣政権末期などの若干の中断を除き、慶応3年12月9日の王政復古に伴って摂関職が廃止されるまで上知されることとなる。近代陸憲君主成果で天皇に代わって、体験を行使する。 皇族摂生。旧皇室天範で定められた皇族摂生に就任したのは大正天皇に対する皇太子、広日と王の一人のみである。摂生時代の広日と王は摂生宮と呼ばれた。なお、昭和22年から施行された現皇室天範においても摂生の制度が定められているが、現在までに就任した皇族はおらず、 天皇が一時的に執務を行えない場合は、皇太子などが国事皇位臨時代行として、これを代行している。ありがとうございます。